皆さんこんにちは。メンタルエステスクール代表の斉藤幸男です。メンタルエステスクールに来る方の中に、なんとなくとか、いやなんか来た方がいいような気がするっていう方も結構多いんです。それはどうしてかっていうと、このまんまでいいのかなとか、30代40代になってこのまんま人生終わっちゃっていいのかなとか、私もっと可能性あるんじゃないのかなとか、なんとなく悶々としてて、自分の道を探したくて来られる方もたくさんいらっしゃいます。そういう方々が本当に輝いていく姿を見るのも私の楽しみでもあります。何かなんとなくこのまんまではとか、何か悶々としてるんだけどって思われる方、ぜひお問い合わせください。斉藤幸男でした。